どうも、タケヒロ GT です。ご視聴ありがとうございます。今回はですね、バイク用の座布団をね、購入しました。はい、これはね、ゲルザブって言うんですけどね、で、僕のバイクはね、Z900RS ってバイクなんですけど、まあとてもいいバイクなんですけどね、そのバイクね、最大の欠点というかね、まあすぐにね、お尻が痛くなってしまうということで、この座布団を、買ってみました。はい、でハイシートっていうのもあるんですけどね、まあ、とりあえずそれ2万ぐらいするんで、あとね、足つきもだいぶ悪くなるっていうことだったんで、まあ、とりあえずね、この座布団、これはね、まあ、1万円しない感じですかね、まあ、9000円ぐらいなんですけど、まあ半額ですよね。まあ試しにこの座布団を買ってみました。まあね、他のバイクにも使えるって利点もあるんでね、で、まあ触った感じはね、割と高級感あります。ではね、取り付けの方をやっていくんですけどね、まあこれね、2箇所で、まあ、マジックテープで留めていく感じなんですけどね、まあ本当に簡単に脱着できるんで、まあその辺はいいですよね。まあ基本的にはね、まあ遠出の時しか使わないようにする感じですかね、でこうやってね、マジックテープ2箇所で留めるんですけど、ね、上側はね、こうやって僕の場合は、まあ、ペケのような感じでね、バッテンに しました。このね、フックのとこにね、ちょうど引っかかっちゃうんで、まあこんな感じで、はい、で取り付けていくんですけどね、まあそんなにね、強く締めなくてもちょっと余裕ある感じで止めてっていう感じでね。で後ろ側なんですけどね、この指で、まあ、前に押して、このフックの前にやる感じですかね、そうやってかける感じで、まあ、止めるっていうかね、まあ、そうやってつければ問題なくつきますんで、はい、まあね、意外に、まあ、簡単ですよね、割とこうやってつけてみるとね、そんなに悪くないかなって感じですけどね。まあ見た目はね、まあしょうがないんですけど、まあ基本的にはね、僕ね、シートバッグと使用すると思うんでね、そんなに目立たないかなっていう感じはしますけどね、で足つきなんですけどね、まあ多少はね、悪くなります。まあ15ミリぐらいなんですけどね、本当にごくわずかなんで、まあ、足つきの方はね、そんなに問題はなかったですね。はい、てなわけでね、まあこれをつけて長野の方にね、ツーリング行ったんですけどね、でその走行距離がね、その日400キロ走りましたね。まあだいぶ走りましたよね、まあ結果どうだったかというと、お尻痛かったです。はい、解決しなかったですね。ノーマルよりはマシだと思いますけどね、もう100キロぐらい走って、もうお尻に違和感が出てきて、300キロ超えたあたりはもうちょっと走るたびにもうお尻痛くてね、ちょいちょい休憩しました。はい、正直ゲルザブでは解決しなかったですね。まあ正直ね、まあせっかく買ったんでね、まあ、もうちょっと我慢して使おうかなとかちょっと思ってたんですけど、ハイシートポチっちゃいましたね、はい、結局ハイシート買っちゃいました。それまだね、現物来てないんで、またそのレビューもしますけどね、まあひょっとしたらね、ハイシートと組み合わせたら最強かもしれないですけどね、まあ、相当足つきは悪くなりますけど、はい、またね、ハイシートの、まあ、レビューはまた来たらさせていただきます。はい、でね、これからゲルザブを買おうと思っている方の、なんていうか参考になればね、この動画もお役に立てればと思います。別に悪くはないとは思うんですけどね、やっぱ遠出するだったらダメかもしれないんで僕はちょっともう無理かなって感じです。だからハイシートをポチっちゃいましたから、はい、ということです。はい。それではね、ここまでご視聴していただきありがとうございました。またお会いしましょう。